6月22日から育てている小松菜。3回目の収穫です。ちょっともう歯が悪く。歯の色が悪くなっているのは、溶液不足になっている期間があったからだ。種から育てて、約13日目だ。葉っぱの色は悪いな、これは。収穫できたのは、これだけ。4回目の収穫を目指して、まだ育ててみるぞ。こっちはちょっと色が悪くなっているやつなんで処分して、まあこれはちょっとまあ綺麗な葉っぱなんで食べるようにしていいします。根っこの状態はこんな感じでいいです。ちょっともう芋ができてます。根っこがかなり。クレソンです。これが育てているクレソンで、これをこれが長くなって切って分けた分がこう大きくなりました。こっちが親で、こっちが子供みたいな分です。これが大きくなっているのはやっぱり日光に当たるところに置いているからこんだけ大きくなってます。根っこもこういう方にちゃんと育ってます。これは買った水耕栽培キットで、こっちは自作した水耕栽培キット。水の量がもう多分こっちの方が3倍近くいるので、
まあ、ちっちゃい植物育てるんならこういうふうな底が浅いやつを買うか作るかした方がいいかなと思います。これはこれは溶液多分6リッターぐらいかな。入ったと思います。こっちはまあ2リッターぐらいかな。まあ約3倍。まあこれさ、ちょっとこのまま現状維持で育てていこうと思います。終わりー。